も、銃声が鳴り響いてるわね。いきなり何言ってるの？争いは絶えませんからね。いや、そういうゲームでしょこれ。あの上ら辺に争いがある気がするわ。争いがあるってどういう意味よ。結構建築されていますね。ちょっと資材少ないし、この木でも切っておくわ。木が300くらいで他はほぼないわね。建築バトル中に資材がなくなるとかなり厳しいですからね。む、ちょうどいい感じの階段が。罠かもしれないわよ姉様。この階段が、まさか、ここからさらに登っていけるみたいですが。いや、こっちから行くとするわ。お姉様は違う方向から上に。あ、上の鉄の壁が、今作られたのかしら。ってことはあの上に敵が。それを今から確認しに行くのよ。どうやらいないみたいですね。あ、ショットガンの音。一体どこで撃ち合ってるのかしら。あ、いたわ。これはお姉様絶好のチャンスね。ち、ちょうど壁に。あ、当たりました。ヒントも離れたわね。うわ、なかなか当たらないわ。お姉様早速残念エイムを発動。発動してないわよ。しかし敵はしっかり倒しましたね。でも私が狙ってた敵ってあれじゃないと思うわ。この建物の敵でしょ。そうそう、どうやら動き始めたみたいね。どんどんと足音が聞こえます。問題はどこから登ってくるのかね。ふふ、今回は私ロケットランチャー持ってるから、中途半端な建築できたら下に落とすわよ。敵を落下死させるのですね。その通りよ。逆にお姉様が落下死する可能性は。ゼロね、ゼロ。というか建築の音が聞こえませんか。こっちから登ってくる気ね。さあお姉様がロケットランチャーを構えた。そして落ちました。あ、敵がぐしゃっと。下に落ちていきましたね。やっぱりロケットランチャーは強いわ。木なんてすぐに壊れちゃうからね。敵は何とも言えない感じで落下していきましたね。おっと、まだ私を狙う奴がいるみたいね。これは下から撃ってきてるわね。この建築を崩そうとしているのでしょうか。いや、そんな感じはしないわね。ただ単にお姉様狙ってあの木に当たったってこと。それくらいしか考えられないわ。どうやらこっちに乗り込んでくるみたい。私はしっかり見てるわよ。その目やめなさいよ。敵の姿が見えました。撃ってきたわね。一つ下に降りるお姉様。もうすでにかなり近いところまで来ています。ちょっと、危ないわね。タクティカルショットガンをガンガン撃っていくわ。ガンガンの嵐を食らいなさい。最後はヘッドショットで仕留めましたね。今のもなかなかな残念エイムだったわ。ふ、ちょっと来すぎじゃないかしら。間髪入れずに次の敵が来ます。ロケットランチャーで落としたけどキルにはならなかったわね。これじゃ逆に狙いにくいわ。逃がしてしまいましたね。あ、また新しい敵だから進めよ。うん、イージー。ショットガン一発で倒せましたね。ミニシールドポーションゲット。さっきの下に逃げた敵はどうしてるかしら。まだお嬢様のこと狙ってるには狙ってると思いますが。でもあのロケットランチャーでかなりのダメージ与えたと思うのよね。回復アイテムたくさん持ってるかもしれないじゃない。確かにそれはそうだけど、弾丸が結構少ないですね。ショットガンが5発にロケットランチャーが1発。ショットガン5発しかないのね。あまり外しすぎると撃てなくなってしまいます。残念エイムのお姉様には深刻な問題ね。あ、敵いたわ。それでロケットランチャーの弾がなくなりました。でもまあいい感じで敵を追い詰めたわね。シールドがないのはわかってるのよ。関連しなさい。関連する気はないみたいですね。建築の中にこもってるわ。これお嬢様がどうやって外に出すか。いや、自分から出てきてくれたわ。そしてそこをショットガンで仕留めた。ナイスキルですお嬢様。28ダメージで倒せたってことは相当体力きつかったのね。ミニシールドポーションを飲む隙も与えなかったお姉様。さて、さすがにもうここら辺は一掃したでしょ。いえ、まだ音が聞こえています。この音、下から聞こえてるのかしら。残念上よ。いつの間にそんなところに敵が。ロケットランチャーで崩しました。ヤク、危ないことしてくれるわね。最後はヘッドショット。あの敵、資金的にさっき逃がした敵ですね。ふう、さすがにこれでもう終わりでしょ。予想以上にたくさん来たわね。びっくりしたわよ。あ、敵が飛んでるわ。さっきの試合はどうしたのよ。さっきの試合は、これ私今回は優勝できるんじゃないかと思ってたら、自爆した。は？ため息つくのやめなさいよね。それで、お嬢様はどうしてこんなところにいるのですか？そうそう、見てほしいのよこいつを。これ、ラクダかしら。多分ラクダでしょう。どうしてフォートナイトの世界って、こんなところに恐竜とかラクダとかいるのかしら。っていうかこのラクダは飲み物飲んでるの。多分そういうことでしょう。しかもこの中から宝箱の音がするわね。さっさとこれ壊して中身見ましょうお姉様。いや、まだ壊すのには早いわ。何かすることでもあるのですか？することも何もこいつはただの剥製よ。ポップコーンはいりませんか？うわ、なんかまたバカなことやり始めたわ。確かにこのドリンクとポップコーン、合いそうですね。ポップコーンはいりませんか？いりませんかも何もそれお姉様が自分で食べてるじゃない？あ、バレちゃったかしら。ふふ、そうよ、ラクダ、お前にあげるポップコーンなどない。一体どういう設定で話を進めているのですかお嬢様。これで飲み物を飲めなくしてやるわ。これ鉄製なのね。む、意外と硬いわよこれ。ヒビは入っていますがなかなか壊れません。頑丈なのね。あ、ドリンクだけ壊れるかと思ってたのにラクダごと壊れたわ。お姉様にはラクダの呪いが降りかかるわよ。そんな呪いはないわ。出てきた武器は異武器ではありませんね。こんなところに自販機が。これ殴ったら早く次の画面になるのよ。知ってた。多分大体知ってると思います。え、私最近知ったんだけど。お姉様は知るのがいろいろ遅すぎるのよ。私は何度死んでも諦めない。なんでそんなに片言なの。負けすぎてお嬢様の精神が。仕方ないわよ。だって未だに自爆とかするんだもん。あれはあのロケットランチャーが悪かったわ。武器のせいにするんじゃないわよ。そして武器を持っていない敵だったり。悪いけど倒させてもらうわ。逃げることを許さないお姉様。あ、上にも敵がいますよ。徐々にさらっていくわ。そして後ろに飛んだわね。私からはそう簡単に逃げられないわよ。全力で押していですね。シールドポーションは取っておいてと。どうやら左側に逃げたみたいよ。ここにお前の墓が立つことになるわ。あ、ショットガン持ってるわこの敵。
危うくお姉様の墓が立つところだったわね。あの敵、何も持ってないと見せかけておいてのショットガン、危うく騙されるところでしたね。もう少しでお姉様がドカーンとなってたのに。この下に敵がいる。そんな時、私は一体どうするでしょう。まさかのクイズ形式。答えはここでじっと待つ。答え出すの早すぎじゃないですか。回答時間も何もないじゃない。それにこんなところでじっと待ってたらあのタワーから撃ち抜かれるわよ。それでも待つわ。あ、敵が来ましたね。お前は、お姉様の大好きなやつじゃない。別に大好きではないわ。いつもトマトを掲げているような気がしますが、いつもじゃないわよ。そういえばトマトのスキンのレベルアップみたいなやつ、お姉様はもう終わったの。確か終わってたはずよ。さらにまだまだしいトマトになるのですね。でもやっぱりトマトよりパンダよ。まあパンダばっかりだしね。今この種類のスキンは3種類出ていますが、ピンクのクマ、青クマ、そしてパンダね。今後何か新しいクマ系のスキンは来るのでしょうか。黄色クマ、紫パンダ、それはもうパンダじゃありませんお嬢様。じゃあ紫クマ、いろいろ合わせて虹クマで。戦場にいたらかなり目立つでしょうね。目立つスキンは嫌だわ。そのパンダでも十分目立ってるから大丈夫よ。おっと、登っていく音が聞こえるわ。これ少し危なくないですか。待たれてる可能性があるわよ。それでも私は登るわ。あ、敵だわ。ショットガンは隠した程度のダメージ。サグマ審判よ。最後はお姉様得意のゴリ押しの形になったわね。あ、居口持ってるじゃない。エピックのアサルトライフルですね。まだ音が聞こえてるわよお姉様。今度は登ってくる敵を私が待ち構える番だわ。音では距離感があまりつかめませんね。シールドポーションも飲んじゃって大丈夫かしら。飲んでる間に敵が来てドカーンと。どうやら今回はそうならなさそうです。なんで屈伸したのよ。敵が急に来た時に銃弾かわせるかもしれないじゃない。しかしまだ姿が見えませんね。あ、医療ヒット取ったわ。私はここにいるわよ。ここのショットガンからのサグマシンガンで敵を撃破します。うぃーじー、やっぱり待ってる方が強いわね。ほとんどの場合こっちが先に撃てるからね。何か金の武器が落ちているみたいですが。セミオートのスナイパーライフルね。まあ今特に持ち物もないし拾っておくわ。っていうかエイムないお姉様ならボルトアクションよりセミオートの方がいいと思うけど。ボルトアクションで一発ズドンと決めた方がかっこいいじゃない。だからいつもボルトアクションを拾ってるのですか。それに単純にそっちの方が威力が高いからよ。ふん、なんか微妙な感じね。微妙とか言うんじゃないわよ。敵がいるみたい。一番下に隠れたかしら。多分そうね。お嬢様もおりました。一体どこで角待ちしてるかしら。む、そこね。お、当たりましたね。珍しいわ、ショットガンちゃんと当たるなんて。別に珍しくないわよ。いいエイムでしたお嬢様。普通ね。神エイムだったわ。はいはいはい。はいが多い。そういえばお嬢様、近日中にグラップラーというアイテムが追加されるみたいですが。グラップラー、何それ。どんなものか全く思い浮かんでこないわ。見た目はですね、ハンドガンの先端に吸盤がついてる感じです。ごめん、よくわからないわ。適当なこと言ってるんじゃないでしょうね昨夜。いやいや、本当ですよ。で、どんなアイテムなのよ。っていうか銃の形してるなら武器かしら。それはよくわかりませんが、説明文はこんな感じです。引っ掛けた場所に自分を引き寄せられる、と派手に逃げたり、敵との距離を縮めよう、と、こんな感じでしたね。引っ掛けた場所に引き寄せられるってかなり強くないそれ。普通に考えて強いわね。だって上に発射したらそこに飛んでいけるんでしょ。まあ説明文読むとそれもできるかと。上取り放題じゃない。それに物資も節約できるわ。あ、でもそのアイテム無限に使えるかどうかはわからないのか。さすがに使用できる回数に限りがあるかと。まあ何回も使えたらヤバそうよね。でも意外と何回も使えるかもしれないわ。ヘビースナイパーライフルだって一発で鉄の建築を破壊したしね。そして敵を撃つお姉様。下に降りました。さて、敵は登ってくるかしら。階段作ったけど登ってこなかったわね。あら、あっさり倒せたわ。ナイスキルですお嬢様。欲しい武器は特になしと。それじゃあアンチに向かって走るわよ。む、今一瞬だけど敵が見えたわ。本当。こんなところで嘘ついてどうするのよ。岩陰から出てこないということは敵も気づいている可能性が。こっちから近づいていくわ。あ、本当にいたわ。だから撃っていけるでしょ。一発当たりました。当然敵は建築してくるわ。もう一発くらいは当てておきたかったわね。まあ一発だけでもかなり大きいですよ。さらに上から強襲するお姉様。私はこっちへ。上から行ったのが効いてましたね。お姉様があんまり見えてなかったみたい。そういえばさっきの新アイテム、敵にもくっつけることができるのかしら。それは無理なんじゃないですか。それで敵のところまで引き寄せられたら面白すぎるわね。それじゃあ車とかはどうかしら。走ってる車につけられたら面白そうね。動いてるものに当てるのはかなり難しそうですが、そこはなんとか当てるのよ。お姉様じゃ無理そう。宝箱発見。中身はどうでしょうか。かなり弱いわね。医療キットはもう3つ持ってるし、アサルトライフルもすでにスカーだし、外れ箱でしたね。私が開ける宝箱の中身はすべて金武器になればいいと思うわ。ソリッドゴールドでもやってろ。ひどいわねフラン。あ、あそこで大規模な建築バトルが。お姉様漁夫のリチャンス到来。敵の数は最低2人か。だけどそれ以上にいそうね。まずはどうするのでしょう。セミオートのスナイパーライフルで狙うみたい。結構動くわね。あれを当てるのは結構難しいわ。お姉様らなおさらね。うるさいわよフラン。もうちょっと応援しようとか思わないの。わかった。私お姉様のこと応援するわ。いけるいける、あ惜しい当たりそうだった。今のも惜しい？それも惜しい？あ、もうちょっと見に。画面を見て、いなさい画面を見て。お嬢様撃つポイントを変更するみたいです。ヘッドショット決まった。フランには一体何が見えてるのかしら。妹様、戻ってきてください。あ、試合終わった。終わってないわよ。ったく、本当にふざけてるわね。あ、あの敵お嬢様に全く気づいていませんよ。後ろからお姉様が忍び寄るわ。ち、移動したか。いや、戻ってきましたね。そしてあっさりバレるお姉様。急に飛び出したくないんじゃないわよ。かなりのダメージを受けてしまいましたが、お嬢様の勝利です。結構危なかったわね。結果
ったく後ろから一発ズドンと決められると思ったのに、敵が絶妙なタイミングで動きましたね。まあでも私医療キット3つ持ってるし、体力は大丈夫よ。シールドがないけどね。残り敵人数は17人といったところです。なんか敵が建築でこっちに来てない。来てるわね。どうやら私はすでにバレてるみたい。そういえばさっきの敵ロケットランチャーを持っていましたよ。これは使えるわ。やっぱりこっち撃ってきてるわね。結構めんどくさいことになったわ。しかしまだ敵は2人くらいいるはずですが。一人の敵が諦めたのかしら。いや、そういうわけでもなさそうね。建築バトルを、落ちてくるやつを攻撃するわ。お姉様が撃ち続けてそのまま倒した。落下による仕事はないですね。あとはあの敵だけよ。これはお姉様有利。ロケットランチャーの前に秘密使いは、ロケットランチャーのダメージは入っていません。あ、これお姉様まずくない？待ちなさい、私はまだ終わってないわよ。いや、もう終わったわね。ねえ、もうそろそろ焦った時とりあえず撃つのやめない。これは、そうね、ロケットランチャーが悪い。それじゃあね。自爆を武器のせいにして逃げたわ。私も帰ろ、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。